と残念なところがあるよ。 What a waste! なんてもったいない。強みを見せつけることをよしとしない。日本にはこんにちは、日本大好きマレーシア人のマストラです。私は2016年夏に日本に来て、2019年秋頃から日本の素晴らしいところを外国人の目線から日本を紹介する皆さんと一緒に勉強していく動画を作っています。はい、前回学校の動画で江戸時代から日本はリサイクルシステムが整い、循環型社会ができてきたお話をしました。世界がまだリサイクルの大切さに気がつかない時代に、江戸の人々は物を大切に使う、簡単に消費するだけの社会ではない、もったいないと感じるライフスタイルを身につけていたんだ。日本人は江戸時代からね。そこで一人の女性を紹介したいと思います。ワンガリマータイさん、知ってる人も多いと思います。環境分野で初のノーベル平和賞を優勝したケニア人女性なんだ。他の多くのアフリカ人女性と同じように貧しい家で育ち教育を受けられる環境になかったんだ。女性が教育を受けることに両親はよしとはしなかったんだ。だけどお兄さんが両親を説得して学校に通い、西部留学生になれたんだ。マータイさん、2005年日本で素晴らしい感覚と出会うことができた。当時の小泉首相と首相官邸で会談をしてメッセージを残したんだよ。彼女は日本の大切な行動に感謝したと言ったよ。それがね、もったいないという日本語、大切なキーワードなんだよ。もったいない、彼女は世界に広めてくれたんだ。環境 3R、 リデュース、リユース、リサイクル、そしてレスペクトを加えた 4R。 私はみんなに言いたいんだ。環境 3R は知っている人も日本人は多いよ。だけどね、 3R を普通にできる行動に尊敬、レスペクトをプラスしてほしい。普通じゃない行動に尊敬、日本人の強みだよ。本当なんだよ、リサイクル。今は世界が注目して発言する。だけど一人一人の行動では日本には遠く及ばない。街のクリーンな状態を見て日本だけが特別なんだよ。問題は発言だけでは解決できない。口だけじゃダメなんだ。日本人は 3R を行動してるんだよ。だけどね、日本人のちょっと残念なところがあるよ。強みを見せつけることをよしとしない。違うよ、強みを見せつけるじゃないよ。普通じゃない行動に尊敬してほしい。自分に対してじゃなくてもいい。当たり前とか普通とか思っていてもいい。もったいない。行動をしている誰かを
レスペクトしてほしいんだ。自分を褒めることじゃなくてもいいよ。日本人は自家自産、自慢は好きじゃない人が多いよ。だけど今私は日本人からいっぱい褒めてもらえる。マレーシアでは誰も私のことを褒めてくれてなかったんだ。日本人は自分以外の誰かに対しては行動をリスペクトしているし、他人のことはいっぱい褒めたたいているよ。アメリカの元大統領オバマ氏がケニアに訪れた際、もったいないキャンペーンスタッフはマータイさんの娘ワンジーラさんらと共にオバマ氏に会ってもったいない風呂敷をプレゼントしたんだ。マータイさんは亡くなってるけど、もったいないの意思を継ぐ。みんなは日本人の行動、もったいないをとってもリスペクトしているんだよ。江戸時代から続く。もしかしたらもっとずっと前からリサイクルシステムを作り行動している日本人が発信してほしいんだ。もったいない、誇りに思うよ。 I'm proud。 英語だとちょうどいい言葉は見つからないけど、惜しい気持ちが近いかな。What a waste! なんてもったいない。オバマ氏に会ってもったいない風呂敷をプレゼントした話に出てきた風呂敷、室町時代の蒸し風呂から江戸時代になるとお風呂はお湯のお風呂になったんだ。銭湯を楽しむようになり、お風呂の道具、まだロッカーのない時代なので自分のものを取り違えられないように、名前やマークの風呂敷も変わっていたんだ。お風呂用のバッグみたいだね。今ではエコバッグとしての利用もおしゃれで可愛いと利用する女性も増えています。日本っぽくて可愛いね。風呂敷エコバッグ。 What a waste! なんてもったいない。もったいないはもったいない、もったいがない状態。もったいって何？もったいは重々しい、品位風格とかの意味だけど、品位がない、威厳がないとかのないではありません。本当は重々しく扱うべきものに対して扱われていない。そんなに品位のあるものを大切に扱われていないことを惜しむ気持ちが What a waste! なんてもったいない。本来もったいはもったいと書き、それがないどういうことを意味していたんだ。だから惜しいよ。あるはずの品位あるものがないんだからね。それはつまりね、すべてのことやものは当たり前ではないんだ。普通じゃないんだ。全部のことがありがとうなんだよ。日本人のみんなのいい行動は普通じゃないんだ。感謝ありがとうなんだよ。だからみんなで助け合う。お米の国、稲作文化、チームで考え行動することが日本人の本質なんだ。支え合って生かされているという真実、すべてがつながっているんだ。
はね、環境 3R、 リデュース、リユース、リサイクル。もったいない、普通じゃない行動に尊敬、リスペクトしよう。ありがとう、マストゥラ。最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。コメントも大歓迎です。それではまた次の動画でお会いしましょう。ジュンパラギー。